これそもそもこの素粒子物理学の研究をしようと思ったきっかけっていうのは何なんですか。まあ、もともと大学もその素粒子物理学の方進んでたのでそのまま就職したって感じですけれども、もともとだからあの当時ね、僕がまあ70年生まれっていうのであれですけども、当時の僕の学生だった頃っていうのは素粒子物理学って結構なエリートコースだったんですよ。特に京都大学ってあの素粒子物理学すごい力入れてます。まあそうですよね。そうです。だからそういうのもあって、まあそこに行くのが一番いいコースかなというので選びました。そもそも素粒子物理学、ニュートリノとは何なのかというのをですね、難しい話を簡単に多田さんにご説明いただければなと思っております。ですね、まあ、我々の体ってもともと何でできてるのかっていうのは、これは原子でできてるぐらいまではよく学校なんかでも習いますよね。その原子っていうのは実はもともとは100年以上前はそれが一番元になるもんだと思われてたんですが、その後、まあ、100年ぐらい前に実は原子には中身がある、というので、その中身を調べていったら実は最終的にはこの素粒子というものでできていると。で今のところ素粒子よりも細かい構造はないと見つかっていないので、素粒子というのが一番究極に小さいものであるというふうに言われています。非常にもう小さくて、メーターとかで表すともう10のマイナス17乗とかもっと小さいですね。大きさがあるとも思われてないので、もしかしたら大きさがないかもしれない。その一番小さい究極の粒子を、まあ、研究するのが僕の仕事です。だからこれもあれですね、一番究極だからこれ進んだっていう、そういう面もあります。なるほどね、はい。ちなみに素粒子っていうとなんかあまり身近にないものと思うかもしれませんが、電子も素粒子です。電子だって皆さんその電気使ってる、電気って言ってるのは電子ですから、ああいうのも素粒子の一つで、それでニュートリノもまあその中の一つなんですね。ニュートリノは電子と違う電荷を持たないって意味っていうことです。よくご存知ですね。その通りです、ニュートリノのニュートリっていうのはニュートラルなんです。ニュートラルって意味で、つまり電荷を持っていないっていう、そういう意味なんで、電気を持ってない素粒子なんです。なのであんまりこれまで性質がよく知られてなかったっていうのがあって、それでそれを研究しようというのが、まあ、目的になってます。